コーブルク州立財団は、コーブルクに拠点を置く、公益財団で、設立法に基づいて設置されている。コーブルク地方の芸術と文化の継承、維持、発展を目的とする。州立財団の本部がある、エーデンブルグ城、コーブルク州立財団は、1919年8月9日に、制定された、給料資産の使用と州立財団の設立に関する、 法律に基づいて、ザクセン・コーブルク公国の文化資産の適切な維持管理を目的として設立された。州立財団は、1919年6月7月に、コーブルク自由州とザクセン・コーブルク公、カール・エドワルトとの間で合意された対位に伴う保障契約に基づいて、自由州に引き渡された文物、具体的には、 コーブルク要塞に所蔵された美術品や豊富がルテン博物館の所蔵品、公の居城であったエーレンブルク城の調度品、さらには、ザクセンコーブルクク家の施設図書館及び国立図書館の蔵書、州立公文書館に収められた公文書及びザクセンコーブルクク家の私文書を維持管理した自由州に引き渡された建築物も、これらの文物の展示や、 維持管理の実務の場として、州立財団に引き渡された。運営資金は、周遊財産となった、ザクセンコーブルク港の領地の森林及び辞書などからの、純収入の半分を基金に繰り入れ、ここから提供されるようになっていた。1920年6月30日には、コーブルク自由州と州立財団の間で、追加契約が結ばれ、ローゼナウ城も州立財団に移管された。 1920年7月1日に、ホーブルク自由州は、バイエルン自由州と合法して、その一部となったため、不動産は、バイエルン自由州の収入財産となり、固定資産税が課されるようになった。州立財団は、ホーブルク要塞や、ローゼナウ城のヨーロッパ近代ガラス美術館で、美術品の一般公開を行った。また、自然史コレクションは、 コーブルク自然史博物館で展示された。城郭や庭園などの管理については、1941年からバイエルン自由州政府のバイエルン州城郭庭園、故障管理局の一部局として担当しており、1999年からはコーブルク城郭庭園管理部という名称で、エーデンブルク城とローゼナウ城を管轄している。 ザクセンコーブルク校から引き継いだ文物の一切は、修立財団の所有となっていたが、1937年には、修立校文書館の管理が、コーブルク修立校文書管理局に移管された。また、1973年に、修立図書館の管理は、バイエルン自由州の直轄となった。1972年には、ローゼナウ城を、 バイエルン自由州に売却した一方、1954年には、ザクセンコーブルク港施設図書館から5万冊の蔵書を引き取った。運営基金は、森林や辞書からの収入が元であったため安定せず、1932年には、州政府からの定額補助に切り替えられた。2005年には、バイエルン自由州から約270万ユーロの予算が配分された。 フライストットバイエルンハウスホールツプラン 2005-2006S961 ありがとうございます。